嗨，皆さんこんにちは、井上です。今天我们要学的是电视，好，跟电视有关的日文有哪一些？好，节目，还有频道、艺人等等。好，日文怎么说呢？一样，先学一下基本的单字，后面练习一些简单的句型。好，那，首先テレビ，这是电视，没问题。番組。节目，好 ，channel， 频道，好，这边注意一下，台湾频道，台湾的 channel 很多嘛，日本的 channel 是大概10个左右，就不多，对，因为日本就是很少人装那个卫星的，对，好，接下来，再放送就是重播 ，live 直播 ，news。news 新闻，所以新闻节目就是 news 番組。anime 动画 ，drama 连续剧 ，variety 搞笑节目 ，OK， 芸能人艺人，俳優或者女優，这是演员。通常男生是俳優，女生是女優，这样。Okay. 好，那今天的名字只有这样。好，那动词，然后先，开电视的开怎么说？つけます。啊，テレビをつけます。テレビをつけます。好，注意，虽然开电视是开，但是不能说開けます。电器用品的开，全部都用つけます。像电视啊，冷气啊。等等，好，那关怎么说呢？消します。テレビを消します。テレビを消します。好，那录起来的录，它的日文是録画します。録画します。那录连续剧ドラマを録画します。ドラマを録画します。好，那今天来练一下一些句型。好，第一个，你最喜欢的演员是谁？あなたが一番好きな俳優は誰ですか？あなたが一番好きな俳優は誰ですか？好，那比如说金城武，金城武が一番好きです。金城武が一番好きです。OK， 好，那第二个。我正在看电视，所以请不要关电视。好，他的日文是テレビを見ているので消さないでください。テレビを見ているので消さないでください。好，首先正在是提醒加います。テレビを見ています。好，他的普通形是テレビを見ている。然后接ので。ので就是因为所以，然后后面请不要的句型是ないし加でください，所以消さないでください。OK 吗？ので这种接词的用法很重要哦。对，好，那接下来他不学习，一直观看电视。好，他的日文是彼女は勉強しないでテレビ。を見てばかりいます。彼女は勉強しないでテレビを見てばかりいます。好，这边注意的是，一直关注某一件事情，是提醒加ばかり。テレビを見て提醒ばかりいます。一直观看电视，这是比较负面的、比较批评的时候会用到。然后他一直在玩，遊んでばかりいます。或者一直在吃，食べてばかりいます。OK 吗？提醒一下ばかりいます，只关注某一件事情。好，接下来这个连续剧用重播看过好几遍。好，このドラマは再放送で何回も見たことがあります。このドラマは再放送で何回も見たことが
あります。看过好几次是何回も。も这边注意一下，何回も見たことがあります。去日本去过好几次，何回も日本へ行ったことがあります。何回も日本へ行ったことがあります。那所以好几次，何回も，记得吗？好，接下来看这个动画之后睡觉。看这个动画之后睡觉。このアニメを見てから寝ます。このアニメを見てから寝ます。好，提醒加から是之后，見ます的提醒就是見てから。OK， 那之后还有一个说法，見た後で，就是他醒加後で，是做这个动作之后的意思。所以テレビを、このアニメを見た後で寝ます。也可以，このアニメを見た後で寝ます。也可以。好 ，OK 吗？大家喜欢看电视吗？我也有时候会看台湾的连续剧或者日本的连续剧。Okay， 那稍微就是看的时候也想一下日文怎么说。OK， 那就今天的课到这边，拜拜。